タイル。あのお父様、おじいさんはどういうお方でした？うん、まずそうですね、人には優しい、うん、従業員には優しい、うん、それから頭が、まあ、低いって言うんですか、うん、ものすごいありがとうとか、あ、いろいろそういう人、それからゴルフに対しては教える時はもう威厳を持って口答えなんかしたらすごい怒った。だけどゴルフに対してはそうやっても自分のゴルフはこれだって自分がフックでこうやって、まあ、うん、関西でエキシビションやってて、うちの親父と、まあ、中村虎吉先生と、それから宮本智吉先生、それから戸田藤一郎、あ、そう、戸田さんですね、4人でエキシビションやった時、はい、ロングボールをブラッシーでこうやってて、ちょっと左下がりでくぼんでって入ってった時に、中村虎さんに、うん、よし、うん、これ抜けちゃえって2オンさせちゃって言って、言ったらフックグリップだから左がちょっとなんかいいのあったみたいなんですよ。で嫌だからってこうやって右肘で押さえたらダウンと落として、うん、落としたらギャラリーが笑い出したと。何やったって中村太郎さんが言って、何やったって言うんですよ、ボーリングまでじゃないかって空振りだったダフって、それでその空振りをきっかけに宮本智樹先生と、宮本智樹先生が、林君ゴルフはなバックスイングをこっちをタゴをして、うん、高くしてタゴをしてこっちを低くしなくちゃあかんと、な、君のはこっちが低いとこっちが高い、だからああいうミスがある。それから戸田藤一郎先生にはグリップもこれもあるけどこれもあるんやでと、で上から持つようにしてアップライトから打つようになって、だからまあそれはその試合終わって次に今度アビコゴルジュで帰ってからアビコの6番の左下がりの傾斜へ行って毎日練習してた。そしたら今でいうフェード、昔はスライス気味ってボールですね、昔はフックしか打たない、今で言えばドローっていうけども、それでそのフェードを覚えたらコースがすごく広く見えるんだと、回んなくなったから、でその次の年に日本プロと日本オープン優勝したって話は親父はよく言ってます。だからあの時の空振り一つが俺をこうやって書いたと、それが今でいう、まあ、青木さん、佐藤選手だとかね、うん、ジャンボ、小崎とか、それから福島明子でもこうやって、阿鼻子一門、海老原誠二氏のね、高須さん氏の、阿鼻子一門に対しては、その、親父の一つの空振りが成功を生んだって、親父はよく言ってました。うん。そうですね、だから、ゴルフに対しては自分でそうやって、チャンピオンなら、弟子を大勢育ててきたから、ゴルフに対して、口答えなどをしたらかなり怒ったみたいな。で普段は朗らかで優しい親父だったね。うん、でプロテスト受かった時はお父様最初に何ておっしゃったんですか。うん、あの箱根カントリークラブで応援に来てくれてました。うん、あの頃応援ついて歩けたからね。うん、うん、一言ですよ。うん、よく頑張ったな、おめでとう、それだけです。あ、それだけですか。うん、まあだけど陰ではもうそもそもやってたらしいですけどね。まあ、ただそれだけです。はい。あの頃、その時80人テスト受けて受かったのが8人だったんですかね。あ、ストロークの制限の。そうです。あの148ストローク以内です。はい、で、私は147ですね。なんか今思うというか、当時も思ってたんですけど、すごくまとめるとエンターテイナーですね。こうすごくそれで、まあ、やっぱり自分に厳しく、他人っていうか、こう周りの支えてくださる方含め、こう周囲への優しさというか、こう思いやりっていうんですかね、そういうものがすごく強くて、やっぱりお父ちゃんってあれだけ正直偉大な、うん、ゴルフ界でやはりこう第一人者ですね、間違いないと思います。でもすごく愛、こう親しまれたというか、愛されたというか、それが、まあ、家族も周りが受けてる印象とほぼ同じだと思うんですよね。なんかこう裏表がないっていうか、うちでもね、やっぱり全然変わらないですよ。変わんない。で、こう、うん、面白いんですよね。人を笑わせるのが好きというか、楽しませるのが好きというか。だから人の前で威張るのは、まあね、威張るってことは自分、親父としては威張るのが好きじゃなかったんでね。まあ、威張るっていうより威厳を持つのはゴルフやってるといて、あとはもう本当に
例えばゴルフ場で食堂に行っても事務所に行ってもキャディーさんだけ控えていてもどこ行ってもみんなと、うん、冗談言ってそれこそ喧嘩もないように、ただし会社の中で上司の人が何かミスしたりして何かやったら、うん、すごい、まあ、習志野監督の試合人であれ、それから本社の常務であり、うん、また社長であり、それこそ食ってかかれて意見言って頭から怒鳴りつけた時もありました。で下の人にはとにかく優しかったです。だからそれを見習っては一応私もそういうふうにしてきたつもりです。それをまた受け継いでもらうように私のせがれ義俊にもそれをしてもらう、またうちの家族にもそういうふうに、だからうちはそういうふうに義俊に言ったように常に笑顔で笑っている状態でした。相当笑わされたというか笑わせてもらったというかなんか面白いことを言うんですか。いや面白いですね。朝とかもブッとか言って結構やっぱりへとかですね、うん、そうするといきなりへの一発3日の長生きとか言ってそう、それはよく言ってました。すごいですよ、ダジャレばっかり言ってますし全然つまんないんですけど、なんかあそこまではっぱり言われると笑うしかないっていうか、それでどこでも同じなんですよね。こう周りにどれだけギャラリーがいて、まあ人に囲まれる方だったんで、こうトーナメントとかで、当時競技委員長ですかね、僕はもう子供の心ついた頃っていうのは競技委員長とかで現場にいてっていうと、ジャンプさんとか青木さんとかにもブッとかいきなりそれでもうやってるかとかって言って全然へっちゃらなんですよ。だからやっぱす今思うとすごいですよね。ああいうことできるかって言ったらなかなかできないようなことを普通にやるんですよ。優勝中島常吉くん、常吉くんって言ったんだ宮本常吉さんの話したからそれを宮本、あの中島常常幸じゃなくて常吉って言ったんだよね。それで本人は真面目に言ってたけどみんながギャラリー笑ったけどそういうエピソードで中島くんがちょっと突っ込けたね、そういうことありました。なんか葬儀の時もエピソードとしてコメントを残していただいたんですね、そのことを本人が、うん、はい、だからあれは全然だから嫌味でも何でもなかったですね天然なんですよね、いいキャラですよね本当に